俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそ。はい、というわけでね、こちらラーメン豚ギャングさんね、東京都八王子のお店なんですけど、そちらに来ました。この日はね、ちょっと昼間走っていましてね、ここね、デカ盛りで有名なうどん屋さんなんですよね。気づいたらね、駅のホームになんか立っていまして、私さらにね、気づいたらなぜか八王子にいまして、はい、そしてね、気づいたらお店の中にいたというよね。なんか信じられない話ですけど、豚ギャングさん八王子店ね、最近オープンしたばかりなんですよ。で、このね、木彫のね、内装がすごいすがすがしいという感じでね。はい、というわけで着丼でーす。はい、こちらがね、豚ギャングラーメンというね、はい、メニューなんですけど、コールはね、前もってね、紙にね、記入するんですよ。店名にね、豚がね、入っているだけあって、これね、見た目からして豚がね、すごいっすね。はい、早速ね、もう食べていこうということなんですけど、いつもよりね、この低い位置からの撮影ということで、はい、ちょっとね、見苦しいかなと思うんですけど、このね、手前にあるこれ茶色のこれね、ニンニクなんですよ。なんか味付けしてあるようでね。はい、すでにね、豚から言っていますけどね、やはりね、美味しいですね、この豚ね。豚ギャングラーメンというのはね、これ豚増しのことで、まあ普通のラーメンだと通常1枚なんですけど、一気にね、これ5枚入りますね。やっぱね、これニンニクはね、醤油で味付けしてある感じで、はい。そしてね、豚はね、5枚のうちね、3枚がね、焦げ目があってね、これ炙ってある感じですね。なのでね、味がギュッとね、凝縮されて、これね、香ばしさもあって、めっちゃめちゃうまいですね。はい。他2枚がね、これプレーン豚っていう感じで、こちらはね、味付け優しめでね、まあ柔らかくてね、脂のね、甘みもね、感じますね。はい。どちらのタイプもね、これ非常に軽い食感で、5枚あるんですけどね、あっさりとね、食べれそうな、そんな感じです。で、甘じょっぱいね、これ味付けの油とね、これ野菜ね、そのコンビネーションね、これまた最高ですね。野菜はね、これ増してもね、めちゃ多いというわけじゃないんで、増し増しでもね、これいけそうですね。そしてね、スープがね、ちょっと特徴あるんですけど、これね、わかりやすい乳化なんですけどね。これね、見た目はね、なんか味噌っぽいね、感じのする、そういうね、乳化スープなんですけど、こちらね、1号店が福岡なんですよ。なのでね、そのせいか、豚骨スープっぽいね、なんかそういうね、印象をつうかね、受けましたね。はい。返しとのね、バランスも良くて、スイスイね、これ飲んじゃう感じですかね。天地返しということでね、はい、決まりました。小麦のね、これいい風味がね、立ち上りますね。麺量 200g から 300g で指定できましてね、はい。で、麺増しはね、さらに麺増しは 400g ということで、で、麺がね、やっぱりうまいんですよ、こちらね、美味しい麺で。これでね、いい感じにね、スープを吸っていて、すごくね、食べやすくって、で、パツパツなね、感じの食感つったらいいかな。なんとなくわかりますかね。はい。とにかくね、麺、美味しいですね。小麦の風味はね、きちっとね、際立っていまして。はい。なのでね、これね、いくらでもね、すすれそうなね、そういう感じのね、はい、麺で、300ぐらいはね、やっぱり、まあ、300なんで300あるんですけど、ごわっとしたね、コシを感じる、まあ、麺で、こういうタイプのね、麺はね、結構量がね、いけるんですよ。まあ、あくまでね、私のこれ感覚なんですけど、デロ麺よりも、こういうごわっとした感じの方がね、より食えるっていうかね、はい、自分としてはそうなんですけどね。で、この日はね、私1時頃来まして、その時にね、店内お客さん誰もいませんでして、はい。まあ、それでね、私がね、入店したのをね、まあ、皮切りにね、
続々と来店しましてね、はい。あ、それでね、私ね、生卵もね注文してたんですけど、結構ラーメン食べた頃にね、出されまして、忘れていたんですかね。というかね、自分もこれ忘れてまして、はい。というわけでね、恒例のね、卵つけ麺は、するんですけどね。うん。これはね、もうバッチリですよ。やっぱりね、麺の風味がね、非常に濃いので、これ卵つけ麺がね、うん、非常にね、これ合ってる感じのね、うん、そういう麺ですね。これ間違いなかったですね。で、豚もね、結構5枚はやっぱりね、食べ応えがあるというかね、はい、いろんな食べ方がね、やっぱりできますよね。まあ、当然ね、1枚はこれ、胡椒豚ということで、うん、これもね、うまいのもう決まってますよ。はい。あとはね、もうひたすら、食べるだけなんですけどね。八王子にはね、他にもインスパイアのね、店が何軒かありますけどね。こちらのお店はね、八王子北口からね、10分ぐらいかな。で、こちらの方ってね、私初めて来たんですけど、なかなかね、周り良さげなお店がありましてね。はい。夜の方がね、賑わってるのかなっていう感じのね。で、豚ギャングさんのね、このお店の前に、またね、これ雰囲気が良さそうなね、ホルモン焼き屋さんがね、あったんですよ。思わずね、ちょっと惹かれて、お店の前まで行ってね、中をね、ちょっとね、覗いたりしたんですけど、これがね、絶対うまいだろうなというね、雰囲気の、お店でしてね、次ね、来た時はね、ちょっとね、この2つのお店をね、連食しようかななんてね、考えたりとかもしてるんですけど、私ね、豚ギャングさんね、他にも気になるメニューがね、ありましてね、赤ギャング、黒ギャングっていうね、メニューもあるんですよ。これ、ね、赤はね、辛い系っていうのがね、わかるんですけど、黒はね、どうも麻油系のね、ラーメンみたいでね、これがね、ちょっとね、気になって、行ってみたいなと。で、麺量 200g にすれば、その後ね、ホルモン焼き屋さんのランチね、これいけるんじゃないかな、なんてね。そんなことをね、考えてるなんてね、ハッピーですよね。はい、というわけで、ごちそうさまでした。はい、この動画ね、面白いなと思った方は、いいねボタンとよろしければ、チャンネル登録をね、お願いいたします。はい、今回はこの辺で、さようなら。